どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですね、羽田空港第2ターミナルの国際線の制限エリアに来ております。本日はですね、ここから台北の方にね向かうんですけども、この新しいね国際線エリアで利用させていただいて、一応ね制限エリア今回ね紹介させていただいて、そのままね搭乗していきたいなと思います。ANA ラウンジとですね ANA スイートラウンジは別の動画ね出ておりますんで、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで、もうそろそろね搭乗時刻になりますんで、ゲートの方にね向かいたいなと思います。それでは行きましょう。まあ私もね今回ね台湾に行くわけなんですけども、まあ向こうでね行くお酒とかね一緒に購入していきたいなと思います。ちょっといいのありましたらですね、今ねちょうどもう搭乗時刻で12時半ということで、まあ、報道の方とかねほとんどいらっしゃらなくなっていますね。ではこちらがパワーランジプレミアムですね。今回ねやってるかどうかわからないということで、カードを持ってこなかったんですけども、今回ねちょっと利用することができません。ということで、こちらはアメプラとか MI カードゴールドプラスとかで入ることができます。ぜひ利用する方は持ってきてください。入手条件はこんな感じですね。はい、こんな感じになっております。ということで、制限エリアね、見ていきましょう。左側にセキュリティチェックがあって、その越えた場所からですね、ちょっとねこんな感じでスロープを下がっていくと見れる感じですね。右手に免税ショップがあって、左側かなりあれですね、めちゃめちゃお客さんがいらっしゃいますね。こちらも免税店で、こちらも免税店ですね。はい、こんな感じになっております。ちょっと私もお酒を買っていきたいですね。なんかあるかな。でもブランドもほとんどないですね。はい、ここにちょっと名前わかんないですけども、こちらがあったり、イヴ・サンローランかな。はい、それぐらいかな。あとはねブランドもののお化粧品あたりがあって、あと奥にある感じですね。はい、やはりねそんなに広くないんでね、ほとんどないに行って等しいかもしれないですね。ということで、お酒買っていきましょう。なんか安いお酒があるかな。ここら辺ですね、チーバスリーガル、これが一番ちっちゃいかな。うん、そうですね、シーバスリーガルが一番近い。ジャックダニエルとかちっちゃいのありそうですけども、なさそうですね。はい、ということでシーバスリーガル買っていきますか。ではシーバスリーガル12年いきましょう。1200円ですね、安い。お願いします。ありがとうございます。チケット拝見いたします。はい、はい、はい、それはですね無事購入することができました。ANA の、ね、割引を受け入れて1080円ですね。今回ね ANA の ANA Pay でね払いました。皆さん ANA Pay 使ってますかね。ぜひ使いましょう。ということで今回ね73番ゲートということで行きたいと思います。いやどこもピカピカですね本当に。左側にお店があるのかな、カフェがあるんですかね。ちょっと見てみましょうか。左側に、そうですね、はい、あ、お寿司屋さんですね。はい、こんな感じであるんですね。では搭乗ゲートに向かいましょうか。で奥にはねキッズスペースとかもあるんですね。いやそんなに広くなくてねいいですね。はい、私は今日73だったかな、ゲートになってますんで、まあこの通りをずっと行けばね行けるみたいな。まあちょっとお店見ましょうか、せっかくなんでね。ああ、これもあるんですね。はい、今度息子と利用したいと思います。で左側はお土産屋さんあります。ソフトクリームとかね、カフェみたいな、そんな感じでしょうか。お、白い恋人とかも食べれるみたいですね。はい、今日はこんな感じです。もうね
私の便で今日は最終ですね。ですので、この1時半、1時20分の便を過ぎたらもうここのターミナル自体が閉まる感じになると思います。へえ、こんな感じになってるんだ。だからこっちの方はもうほぼほぼ今のところは利用されないみたいな感じですね。はい。でこの先は700番から702番ゲートがあるという感じです。まあここは利用する方が降りる感じですね。ということで戻りましょう。いやー、いいですね。新しいところっていうのは本当に気持ちがいいですね。もうね、ここもバッチリね、飛行機も見れるような感じになってますんで非常にいいですね。ということで、このまま先の73番ゲートまで行きたいと思います。ということはね、ここにいる人たちはみんな台北路線利用する方っていう感じですかね。もうその便しか本日は残っておりませんのでね。いいですね。こんな感じになっております。まあ、奥の右の方にね、食事エリアもあるみたいですね。ちょうどあちらの73番ゲートが今回利用するところになります。スタバとかもあるんですね。いや、いい。まあ基本的に、まあ、困ることはなさそうですね。搭乗口の目の前には本屋さんがあるんだ。これは珍しいですね。まあ、機内で、まあ、お土産屋さん兼本屋さんみたいな感じですね。ということで、ではこちらですね、13時20分発 NH853 便の台北行きですね、エバーエアとの交通シェアになっております。ではこれで待ちましょう。奥にね、お手洗いとかもあります。それではグループ2搭乗開始になりましたので行きたいと思います。顔を一度拝見いたします。お待ちください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。どうも。ありがとうございます。暑い。ここめちゃくちゃ暑いですね。はい、ということで今回ね、エコノミークラスということで、はい、行きたいと思います。グループ2あんまりなさそうでしたね。うん、SFC 持ってる人はあんまり乗ってないのかな。エコノミーはガチガチに並んでましたけどね。ということで今回私は24の C という座席です。こんにちは。ありがとうございます。お座席 A から D の方。ということで今回ね、24の C という座席ですね。1個前が非常口座席でその後ろになっております。座席配列は333ですね。はい。でシートピッチはこんな感じ。まあ拳1個分ぐらいで、ヘッドホンとチケット袋と今回ね、ボーイング787ですね。ですね。あとフットレストが、あ、フットレストありますね。この快適なフットレスト。はい。見えますかね。はい。うん、フットレストっていう感じのやつですね。はい、そんな感じですね。AC はね、ちょっと見づらいですけども、こちらに配備されております。一応ね、現段階ではお隣は空席。で、窓側にね、一人の方がいらっしゃるみたいな。まあ、そんな感じになりますね。まあ、ひとまずね、今回グループ2でかなり早く登場いたしましたんで、しばらくね、飛行機動くまで待ちたいと思います。さらにね、参りました。かなり広いですね。ボーイング787のお手洗いです。窓もついて、はい、ということで窓もね、見れちゃうおトイレになっております。これはいつでも明るくていいですね。はい。まあ、置いてあるものは今回エコノミークラスということで、特にね、ハンドソープと紙コップ以外はありません。で、いつも通りね、ウォシュレットがついたお手洗いです。で、こちら側にお持ち替えたいところもね、ついております。では、離陸して機内食の時間になりました。午後3時半までには着陸しまして、ビルカルビドにいたしました。10分ないし15分程度、最新の情報によりますと、空港周辺の天候は曇り、気温は低く、ご挨拶ください。カムさん、プリーズリチルトゥデスイート。
練習が終わってしばらく経ったところで、それでは台湾松山空港に到着いたしました。本当に日本みたいですね。では入国していきたいと思います。ということで無事松山空港に到着いたしました。ということでもうね、4時45分、やばいですね。はい。ということで、今回のヒルトンホテルに泊まりますんで、急いでね、ホテルの方を向かいたいと思います。ということで、タクシーを拾って行きましょう。ということで、ウーバー呼びました。2500円ぐらいでしたね。ちょっと場所がわかんないから、ちょっと、ご来人ね、係員の人に聞いて、行きたいと思います。向こうを渡ればね、行けるということなんですんで、そっちに行きたいと思います。今ここに11番っていうところなんで、私は1番に行けばいいみたいですね。ということで今回はですね、ヒルトン新番って呼ぶのかな、はい、そちらに行きたいと思います。すごいですね。タクシーがちゃんとしてるんだ。シルダー方がいないのかな。こんな感じでなんか係員の人がね、ちゃんとタクシーをね案内してくれるんですね。でこのピーピー鳴らしてるのはね、そこのおじさんがピーピー鳴らしてます。ということで行きましょう。7832の口があるな。あった。 Thank you。 ということで乗り込みました。ここから約ね、何分だったかな、ちょっと時間わかんない。2200円ぐらいだったんで、今日ねちょっとカクテルタイム控えてますんで、行きはタクシー、帰りはまあちょっと電車で行こうかなっていうところですね。結構ね電車がちゃんとあるみたいなんで、帰りは電車にしようかなと思ってますけども、ちょっと明日もそれも明日の気分でちょっと決めようかなっていう感じですね。はい、台北の街はこんな感じです。ちょっとねホテルエリアはね市内からちょっと離れてるみたいなんですよね。ちょっと外で食べるかどうかもちょっと今のところ検討中でございます。しばらくウーバー寄られていきたいと思います。カメラのバッテリーが切れて GoPro に変えたら雨すげー、めちゃくちゃ降ってきました。前もびしゃびしゃ。いやさっき止んでてよかったですね、本当に。 Thank you so much。 Thank you。 雨降ってる。ということでヒルトンホテル到着いたしました。ちょっと雨が強いんでね、中入っちゃいたいと思います。ではチェックインしていきましょう。Thank you。 チェックインフロアはこんな感じです。右にカフェみたいなのがあるんですかね。はい、今チェックインの手続きをしてもらってます。それではチェックイン完了いたしました。ということで客室に行きましょう。駐車場も一緒に下の方にあるんですね。はい、ということで今回18階。
川沿いを刺さないと動かないやつですね。で27階にクラブラウンジがあるみたいですね。あ、こんな感じだ。はい、ちゃんと27階にクラブラウンジって書いてあるんで。あとプールとかもねあるみたいですね。はい、屋上にプールがあるみたいですね。うん、眺めが良さそう。まあ、今回ちょっと利用する予定はございません。いや、めちゃめちゃおしゃれなヒルトンホテルですね。廊下もすごくいい。1812、ここですね。はい、ということで行きましょう。よいしょ。おー、ということで中に入ってまいりました。え、ちょっと広くないですかちょっと広すぎじゃないですか。今回普通の一番スタンダードの客室を取ったんで、そんな広いわけはなさそうなんですけど、ちょっとアプリを見ましょうか。これスタンダードルームなんですか。あ、やっぱりここはデラックススイートですね。いやー、広いと思ってました。ということなんで今回はスイートに入れていただいたんですね。ありがたい。ということで広いですね。どこから見ていきましょうか。じゃあここら辺からいきましょうか。ということでこちらにテレビがあります。シャープ製、かなり大きいサウンドバーみたいなのもついてますね。でこちらです。はい、ここはフリーのお水ですね。4本もある、いいですね。はい、でこれがコーヒーマシンですかね。ネスプレッソでもこの形は初めて見ますね。でこれがネスプレッソのあれなんですね。はい、初めて見ますね。で紅茶は TWG です。はい、さすがですね。よいしょ。ということでこちらにグラス類入ってて、こっちに冷蔵庫、ミニバーみたいなのが入ってるんですね。はい、こちらは有料だと思いますね。よいしょ。で下にこれはケトルかな、ケトルっぽいですね。ミニバーにしては少ないですねでこちらが荷物を置くやつですね。でヒルトン、テレビでかっ、70インチぐらいありそうですね。はい、でこちらに仕事がしやすそうなデスクがあります。で今ちょっとカーテンが閉まってますけども、やっぱり自動なんですね。このボタンを押したら開きました。おお、すごい、めちゃくちゃいい眺めですね。いい、あ、思ったより繁華街なんですね。うん、雨が止んだら普通にご飯を食べに行きたいですね。はい、6時半からカクテルタイムなんで、ささっと行って帰ってきたいところですね。ということでこちら側にライト類と USB タイプ A とコンセントですね。これは何、あ、これライトだ。はい、ライトですね。あとここによくわかんないペン立てみたいなのがあります。で引き出しには何も入ってないと。でベッドです。いや、ベッドめちゃくちゃでかいさすがスイート、いいですね。で枕元にはお水、紅茶、すごいですね。枕元に紅茶ってのはなかなかですね。はい、でこちらにこれは何なんだろう、ちょっとわかんない、地充電器なのかな、ちょっとわかんないですけども、コンセントと USB タイプ A で、こちらのソファーエリアですよ。いやー、これはダラダラしちゃいますねめちゃくちゃいい。はい、っていう感じでバスルーム行きましょう。はい、ということでまずバスタブからスイートということで、いやー、でかいですね。ありがたい。何ですかこれは、バスソルト、いいですね。ありがたいです。でタオルも置いてあって、これ何するようなのかちょっとよくわかんないですけども、いいですね。大きめのバスタブ、まあそんなにめちゃくちゃでかいかってやったら、まあそんなでもないですけども、いいですね。はい、で洗面台が2つあります。でアメニティはヒルトンということで、ヒルトンのアメニティがセットされてますね。お、ちゃんとひげ剃りもあるんだ、いいですね。はい、で歯ブラシとかブラシとかねあります。でグラスとタオルがあって、こちらにボディローションとハンドウォッシュですね。はい、
で拡大鏡もあって、下には体重計とかもねちゃんとあります。これ何か入ってるのかな、ドライヤーですね、はい、ですかね、はい。でこれですね、ちゃんとシャワーブースが独立してる、素晴らしいですね。固定式と可動式2つあります。でこちらにアメニティですね、はい、こんな感じになってまして、反対側にお手洗いがあります。よいしょ。お手洗いには電話も、あ、ウォシュレットもついてるんだ、すごいですね。へえ、台湾は結構あれなんですかね、うん、ウォシュレット使う文化があるのかな。はい、ということでこんな感じになっております。それではですね、この椅子リクライニングできるようになったんですね。びっくりした、壊れてんのかと思いました。ということで今回ですね、ヒルトン新版ホテルでいいのかな、はい、宿泊させていただきます。こういった感じでね、日本語の案内もねいただけるということで非常にいいですね。で今回ですね、私はダイヤモンドステータスということで、この客室ですね、スイートルームにアップグレードしていただきました。いやありがたいですね、はい、ということで、でまたねそれ以外の特典として、入り口でスパークリングウォーター炭酸水がいただけました。私はね普通味にしたんですけど、あとなんか柚子味みたいなのがあるそうです。あとこれは何だろう、ポップコーン、ココナッツフレーバーのポップコーンですね、はい、いただきました。こんな感じ、こうかこうか、はい、いただきました。これはねダイヤモンド特典なのかな、はい、もらうことができます。多分まあ他のホテルでもまあこういうのをもらうのは基本的にあのダイヤモンド特典なら多分そうだと思います。でこのホテルにはですね、クラブラウンジがねありますので、ラウンジがね利用することができます。朝食は7時半から10時半で、イブニングカクテルタイムも6時半から8時半、7時40分から20時半。まあ、ここはね、好きな時間をね、選んでいただいて、まあ、それ以外ですね、ソフトドリンクやコーヒーとかは終日提供みたいですね。で、あと Wi-Fi 等は使えて、プライベートミーティングルーム。これはね、1滞在2時間まで使えるみたいですね。はい。まあ、そんな感じですかね。もちろん朝食もつきますしね。はい。めちゃくちゃいいですね。で、この客室ですよね。いやー、ありがたいですね。ヒルトンでスイートアップグレードしていただいたら、本当に、いつぶりだろう。イギリスのロンドン、パークレーンホテル以来ですかね。うん、それ以外どこあったかな。うん、っていう感じですよね。いやー、いいですね。ありがたいです。今回ね、こちら現金宿泊で、まあ大体2万円ぐらいだったんですけども、ここら辺のね、ヒルトンホテルの中では一番ここ安いんですよね、これでも。これ以外だともっとね、値段上がっちゃうんで、まあちょっと離れたこちらにね、利用させていただきました。ということで、ルームキーはね、こんな感じになっておりまして。まあ、ちょっとお腹が空きましたんで、ちょっと軽く飲みに行きましょうかね。はい。ということで、行ってみたいと思います。ということで、外に出てまいりました。傘もね、ホテルに借りられましたんで、ちょうど良かったです。ということで、初めてのティンダンフォンでいいんでしたっけ？あの、小籠包が有名なお店ね。私行ったことないんですよ。日本でも。まあちょっと日本にあるんですけどね。やはり台湾といえば小籠包ということで、軽くいただきたいと思います。このホテルからですね、歩いて7分ぐらいの距離にあるということですので歩いていきましょう。あ、反対側にはねファミリーマートもあります。天気は結構不安定みたいで、さっきめちゃくちゃ降ってたんですけど今は止みましたね。ということでお店まで軽く散歩しつつ行きたいと思います。日本のお店がありますね。上島コーヒーとかあるんだ。ショッピングモールみたいな、まあ、そんな感じなんですかね。ホテルの隣も、うん、ファミリーマートがここにもある。いいですね、はい、帰りここでコーラでも買っていきましょうかね。いやーいいですね。気温はね今日30度ぐらいだったかな、はい、まあ結構蒸し暑いですけども、まあ今私は結構涼しいとこから出てきたんで汗は全然かかないですけど、ちょっと歩いてたら暑いかもしれないですね。台北もあれですね、
道も綺麗ですし街も綺麗ですし日本とそんなに変わらないですね。バイクの利用してる方が多いんですね。正直こんな多いと思ってませんでした。ベトナムほどじゃないですけどバイク屋さんも多いですしバイク乗ってる方もやっぱ多いですね。はい、ということでちょっとお店まで歩きたいと思います。いや、めちゃくちゃ近いですね。このメガシティって書いてあるところかな、ここに入ってるみたいですね。うん、めちゃくちゃ近くていい。そしてこの広場も素敵ですね。めちゃくちゃ大きいです。そしてビルも高い。ということで初のティンダンフォン楽しみです。ではティンタイフォン到着。お店の前中では手作りしているところが見ることができます。見てください、この並び。今並びを聞いたところ45分待ちということでやばいですね。はい、ということなんでこのお姉さんに言って番号札をもらったんで私は隣の店でコーヒーでも飲んで待ちたいと思います。まさかの台湾でミスド。ということでカフェアメリカーノ60元、280円ぐらいですね。はい、ちょっと疲れたんでここでゆっくりして待ちたいと思います。まあ一人席なんでね、まあ、結構早くね回れるんじゃないかなと思ってます。ということで待ちましょう。では入店いたしました。めちゃくちゃ早かったですね。多分10分も待ってないと思います。はい、ということなんでコーヒーも飲み終わらずに呼んでいただきました。で入るとねこんな感じでこの QR コードで注文するという感じです。では注文しましょう。あのね楽天モバイルの電波が入らなそう。ダメそうだな、無理そうですね。はい、ということで普通に店員さんを呼んで注文しましょう。横に普通にあのメニューがありまして小籠包とベージュとビーフヌードルスープ、まあなんか肉と筋のラーメンみたいな、あとビール食べました。ちょっと待ちたいと思います。いやー思った以上に早く呼ばれてラッキーでしたね。やはり一人の人はね早く呼ばれるっぽいですね。それではビールだけ先に来てしまったんで飲んじゃいましょうか、まあ、冷えてる方が美味しいんでね。台湾ビア600ミリ、すっきりして飲みやすいですね、うん、それでは先に麺が来ました。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。ということでいただきましょう。私は肉と、私は牛肉と筋の、私は牛肉と筋のハーフ&ハーフにしましたと言ってるそばから、よいしょ、熱々の小籠包も届きました。ということでいただきましょう。国籍を聞かれて何だろうと思ったらね、食べ方をちゃんとね書いてあるんですね、うん、でお酢と醤油を3対1で美味しい食べ方みたいな。今日めちゃめちゃ熱いであろう小籠包いただきたいと思います。これ生姜が効いてるのめちゃくちゃうまいですね、うん、これはうまい。麺もいきましょう。こんな感じ、これベースは 何味って言えばいいのかな。カップラーメンのチリトマトのスープにめちゃくちゃ似てる気がするとか言ったら怒られるのかな美味しい。こちらね人気料理みたいなんで食べれて大満足、美味しい。あと肉もこんなぎっしり入ってる、うん、
トロトロでめちゃくちゃうまい。店内はかなり広い感じ、そしてめちゃくちゃ混雑しております。まあ、この味だったらね、やっぱり人は来ますよね。めちゃくちゃ美味しいです。行かれたことない方は来てみてください。日本にもあります。ではごちそうさまでした。最後ね、ごちそうさまって言って取ろうと思ったら秒の速さで下げられてしまいました。ということでめちゃくちゃ美味しかったです。結局ね、小籠包プラス5個を追加して合計10個の小籠包をいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。では出ます。それでは外に出てまいりました。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ここはね、 IMAX っていう、ショッピングモールの中の地下1階にありました。外出たらめちゃくちゃ雨降ってます。いやー、傘借りてきてよかった。では今回のお会計は3561円、日本円でレボリュートの請求で来ております。まあビール1本と小籠包2つ、そしてラーメンみたいなので3500円。まあまあ高いですかね。うん、まあ今円安ですんでね、まあこのぐらいしょうがないかと思いますけども、めちゃくちゃうまかったです。ということで傘も借りれたんでね、ホテル戻ってカクテルタイム楽しみたいと思います。それではホテルに帰ってきましたので、このままラウンジ見ていきましょう。ということで行きたいと思います。27階にありますね。どんな感じなんですかね。やはり台湾でもヒルトンホテルのクラブラウンジは混雑しているのか、まあ、そこら辺も見たいところですね。ということで、こちらにサンドイッチ、サラダ、いやサラダいただきたいですね。あとこれはピーナッツのスープみたいな感じですかね。あとピラフとから唐揚げチキンですね。あと野菜炒めみたいな。おお、こっちにはスイカ、パイナップル、これは何だろうな。ちょっとこれはわからない、何これ。であとチーズとかね、スナック系もあります。レタスもありますね。はい、飲み物は、あ、こっちですね。おお、すごい、キリン一番搾りとかあるんだ、いいですね。これはちょっといただきましょうか。スパークリングもありますね。でこちらにソフトドリンクかな、あ、リキュールもあります。いや、いいですね。コーラとかもあります。これはいいですね。ラウンジの中はこんな感じ。あ、そんなに広くはないのかな。そうですね、向こうにビジネスセンターがあります。でここに、こっちにもコーラとかお水とかありますね。はい、でコーヒーマシンもあります。では野菜不足なんで野菜だけいただいて帰りましょう。ではね、いただいてまいりました。ちょっと私のね、一番大事にしているアルコール消毒スプレーを機内でなくしてしまいましたね。はい、ということで大量の野菜と、一応ね、まあ、味見的な感じでチキンを1枚、あとサラミと、店員さんのおすすめしていた、ピーナッツスープみたいな、これなんていう料理か分かんないんですけど、とても美味しいということですので、いただいてみたいと思います。見た目はこんな感じ。ピーナッツじゃないのかな、違うのかな。はい、ということでいただきましょう。ちょっとね、台湾のビールは飲みたかったんですけど、残念ながらね、台湾のビールはないみたいなんで、一番搾りがありましたので、ここはちょっと一番搾りで失礼します。ということでいただきます。はい、ということでこれをいただきましょう。間違いなくピーナッツのスープですね。うん、ピーナッツじゃないのかな、ちょっと分かんないですけど、でも風味はピーナッツですし、甘いですね。うん、甘いスープ。うん、まあ、日本人の人もちょっと見た目あんまり強くないんですけど、美味しいです。はい、うん、思った以上に美味しくて良かったです。ということで大量のサラダも、箸もありますんでね、はい、いただいて客室戻りましょうかね。うん、混雑してなくていいですね。うん、今6時40分から始まったタイムに来てますけど、
うん、席空いてるぐらい空いてますんでね、これはいいですね。残りサクッといただいて客室も乗りたいと思います。いや、このランジもいいですね。ということで時刻はね11時ぐらいになりました。まさかねプライオリティパスのね話が出てくると思いませんでしたので、急遽ねこの間に動画を撮影して編集してアップするというね、はい、感じになりました。でこちらですね、ティアットで買ったシーバスリーガル、今ねこのスイートルームのソファーエリアでねゆっくりしてますけども、めちゃくちゃいいですねということで完全にハイボールですね、はい、いただきます。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいと思います。クローゼットをね紹介してなかったんですけど、ガウンとねスリッパちゃんとね入っておりましたんで、あと金庫とかもね、ちゃんとありましたんで、いやーやっぱスイートルームっていいですね、はい、ということでまあ今11時ぐらいなんでね、もうちょっとねこの辺でうだうだしてからね、寝たいと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。朝8時15分です。ラウンジの朝食行きたいと思います。ホテルの廊下はこんな感じです。このホテル自体がね結構寒いですね、うん。ラウンジ内に入ってまいりました。ソーセージ、スモークポークバン、ゆで卵とおかゆ、あ、エッグステーションがある。うーん、で春巻き、これは何だ、野菜炒めとこういうのがあります。あとはパン、でこちらにフルーツ、野菜、チーズっていう感じですね。あとヨーグルトもあります。台湾系の食事みたいなのはなさそうですね。これそうなのかな、ちょっとわかんない。オレンジジュースいただきました。残念ながら台湾系の食事はなしということで、ここはあっさり行きたいと思います。それではスイミングプール見に行きましょう。32階ってエレベーターには書いてあるけど、実は31階というね。あ、そういうことだ。おー、今日も台湾は30度超えということで、多分かなりの方が使ってるのではないでしょうか。おー、すごい、こんな感じになっております。いや、これはいいですね。あんまり大きすぎず小さすぎずっていう感じで、でこっちにこういった休憩できるスポットもあると。ということで今回ですね、ヒルトン新版ホテルでいいのかな、はい、台北新版、はい、ホテルに、ね、一泊宿泊させていただきました。まあ、ここね空港からタクシーで2000円ぐらいで来れる、またね電車も乗り継げば、乗り継ぎ1回でね来れるということで、まあ私はねタクシーで来てしまいましたんで、まあ空港からねウーバーですぐ来れて、まあ40分ぐらいかな、30分ぐらいかな、まあかかって、まあ、到着したわけなんですけども、まあ台北でね、まあ、一番安いホテルの割にはですね、結構ねホテルもピカピカで、まあ、今回ねデラックススイートにねアップグレードいただいて本当にありがたいですね。まあ、ヒルトンダイヤモンドステータスの特典としては朝食、ラウンジ、あと炭酸水とポップコーンみたいなのいただきましたね。まあそれぐらいかな。でこの客室ねアップグレードいただいて、あとねここはねレイトチェックアウトをね事前に聞いてくれるっていうね珍しいホテルでしたね。はい、私もチェックインの時にねレイトチェックアウトどうしますかって言われて、一応ね何時に寝るかねちょっと決めてなかったので、どこ行くかも決めてなかったんでね、はい、ちょっと延長はねリクエストさせていただきました。まあヒルトンホテルっていうのはね、このレイトチェックアウトっていうのは
なんですか、ステータス測定にも入ってないですし、規約にも規約入ってないんですよね。で一応、まあ、ホテルのね混み具合で、まあ、利用できたりできなかったりね、まあ、することができるみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。ですんで、まあ、あのチェックインの時に聞かれるっていうのは非常に珍しいんですよね。日本でもまあちょこちょこ聞いてくれるところあるんですけども、まあ、海外だとねほとんどレートチェックアウトなんて聞かれないので、まあ、今回ここと、あと前回ねクアラルンプールに行った時もね確か聞かれましたんで、まあ、こういったアジア地域では結構聞いてて提供してるところあるのかもしれないですね。いやでもね本当にこのホテルめちゃめちゃ快適だったんで、なんで一番安いのか、まあちょっと中心地から離れてるからなのかもしれないですけども、めちゃくちゃ良かったんでね、ぜひこちら泊まりに来ていただければなと思います。まあラウンジもねカクテルタイムもありますので、フードも結構しっかりしてましたんで、まああのせっかく来たらね、あの外でね、まあ、食べていただければなとは思うんですけども、まあ軽くね飲めるってねやっぱりいいですよね。まあ私はラウンジ飲んだ後に、まあ、客室で部屋飲みしちゃいましたけども、はい、まあ小籠包のお店もね、はい、歩いて5分もかかんないところにもありましたし、まあ、ショッピングモールコンビニとかね結構いろんなものがねこの周りにもありましたんで、結構いいのではないのかなと思いました。ということで今回ですね、だいたい2万円ぐらいでねこのホテル宿泊することができまして、ポイントだとね4万ポイントぐらいだったんで、まあポイントだと 0.5 円ぐらいで使えるかなっていうところなんで、まあめちゃくちゃお得かって言われると、まあ今回ねアップグレードスイートにさせてもらったんで、まあそこを入れるとっていうところはありますけども、まあ普通ぐらいっていうところですかね。めちゃめちゃコスパいいみたいな、そういうわけではないですけども、現金換算だったらまあ2万円だったらまあ結構いいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まあ、今回ねアップグレード入れてもらってますんでね、ありがたい限りですね。はい、ということでちょっとね今回の動画長くなっちゃったかもしれないんですけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。